しのキリスト教会山田泉です。今日は10月20日木曜日、聖書はホセア書4章の11から19節です。テーマは何に心を奪われ誰に伺いを立てますかです。10月も後半になってまいりました。秋が一段と深まっていくことがよくわかる日々を私たちは過ごしています。外を歩くときふと見上げる空に、風に当たる風に、また私たちの肌を刺す日差しにも、そして足元の街路樹の木の葉のたくさん吹き、流されていくその葉にも、私たちは秋の深まりを見ます。家の中でもやはり秋を感じますね。食べ物の種類やお風呂の温度や寝るときにかけるお布団の厚さにも、ああ秋から冬なんだなと感じます。このように神様の御手は私たちのすべての生活を包んでいます。それと同じように神様への信仰は私たちの人生のあらゆる面を捉えていなければおかしいのですが、私たちはどうでしょうか。今日も一緒に聖書を読んでまいりましょう。ホセア書4章11節から19節。ブドウ酒と新しいブドウ酒は知料を失わせる。私の民は火に伺いを立て、その杖は彼らにことを告げる。これは官員の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて官員をしたからだ。彼らは山々の頂で生贄を捧げ、丘の上、またカシの木、ポプラ、テレビンの木の下で香を焚く。その木陰が心地よいからだ。それゆえあなた方の娘は姦淫をし、あなた方の嫁は姦通をする。私はあなた方の娘が姦淫をしても罰しない。またあなた方の嫁が姦通をしても罰しない。それは男たちが遊女と共に離れ去り、神殿娼婦と共に生贄を捧げているからだ。悟りのない民は踏みつけられる。イスラエルよ、あなたは姦淫をしてもユダに罪を犯させてはならない。ギルガルに行ってはならない。ベテアベンに登ってはならない。主は生きておられると言って誓ってはならない。まことにイスラエルは頑なな目牛のように頑なだ。しかし今主は彼らを広いところにいる子羊のように養う。エフライムは偶像に組みしている。そのナスに任せよ。彼らは飲酒にふけり淫行を重ね、彼らのみだらな振る舞いで恥を愛した。風はその翼で彼らを吹き飛ばす。彼らは自分たちの祭壇のために恥を見る。まず十二節を見てください。冒頭にこういう言葉が出てきます。私の民は木に伺いを立て、その杖は彼らにことを告げる。私たちは木に伺いなんか立てたことないよねとこう思いますよね。こんなことこれほど愚かじゃないよねと思っていると思います。しかし神様は私たちに、あなたはそういうことを時々してるかもしれないよって私たちに語っているんです。十二節のその続きもちょっと見てください。これは姦淫の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて姦淫したからだ。これはですね、実際にはこの当時イスラエルの民がバール礼拝に走ったことを指しています。バール礼拝ではお酒と
淫行がつきものだったと言われています。お酒と性的な陶酔を通して喜ぶこと、楽しむこと、それで幸せを感じる、そのように思わせていた、これがバール礼拝だったと言われています。ここに私たちにとってもつながっていくような錯覚や過ちの危険があるんです。私たちは信仰を通して求めているものは何でしょうか。お金に困らないように、健康が損なわれないように、事故に遭わないように、少しでもいい学校に入れるように、私たちはいつの間にか楽しく嬉しく、そして楽に幸せに生きれるようにというのが私たちの信仰の祈りだったりすることはないでしょうか。だとするとバール礼拝の時にお酒やまた何かとてもこう不自然な遊びをしながら、楽しいね、面白いね、やはりいいね、面白いのはと言ってるのと少し変わりがない部分が起こってしまいます。私たちが信仰で痛まないように、苦しまないように、将来心配ないようにと、そのことのためにのみ信仰が祈りが費やされるならば、私たちは他の宗教の信仰のように見えてしまうよと神様がおっしゃってるんではないでしょうか。もし私たちが痛まない苦しまない、もっとうまくいくようにという信仰を一生懸命祈っているとしたならば、それは私たちの生活の仕方が物ばかりのいい信仰、融通の利く信仰スタイルをもたらしてしまう必要が出てきてしまうかもしれませんね。そんなに神様神様日曜日日曜日と言ってたら、うまくいかない、豊かにならない、楽しくない、だから少しぐらいは、このぐらいは、こういう時はという物分かりが一見良さそうな、融通が利くような信仰になってしまっていること、これが金に伺いを立てているようなものだよと言われているのかもしれません。ここには明らかに価値観のずれというものがあります。17節、この価値観のずれはこういう言葉で言われていると思います。17節を読み足します。エフライムは偶像に組みしている、そのナスに任せよ。もし私たちが物分かりのいい信仰、融通の利く信仰スタイル、そしてもっと幸せに、もっと楽しく、もっと嬉しくということが信仰の目的だとすると、神様はその私たちを対して、あなたは偶像に組みしていると言われているところですね。このナスに任せよという言葉が17節の後半にありましたけれども、これと同じ言葉はローマ人の手紙にも一章にも書いてありましたね。ナスがままにしておきなさい、させておきなさい、このように思うようにしておきなさいという放置ほど実は恐ろしい裁きはないと思われます。私たちは本当はそうじゃないんだよという神様の思いがここによく現れていると思います。私たちの周りには、あなたの人生を良くします、幸せにします、楽しくしますというような言葉で誘うものに満ちていますね。楽しさ、豊かさ、それが幸せだとしたら、惨めさ、苦しさは信仰の失敗だとしたら、それはホセア書の最初の課題からするとおかしいということに気がつかされなければなりません。ホセアの1章の2節はこういう言葉でした。行って会員の女をめとり、会員の子らを引き取れというのがホセア書の最初の言葉でした。ここには人生の幸せとか楽しさとか豊かさということよりは、本当に苦しみ、また重荷を負う、使えるということが神様から課題として与えられているのですね。
神様は私たちにこのように教えたいのではないでしょうか。私たちが思う幸せ、喜び、それが本当の信仰の喜びではなくて、ホセアに課されたように魂を担う苦闘、またそんなに簡単ではないことを担っていく、実はそこに神様との共にある味わい知るかけがえのない尊さを私たちが知るときに、にじみ出るような喜び、感動するような恵み、祝福を味わうこと、これが信仰なんだよと教えてくださっているように思います。私たちはこのズレということをきっちりと整理しながら、神様がくださる喜びや深い味わいへと至らせていただくように気づかされながら祈っていきたいと思います。私たちは信仰によって何を求めているでしょうか。神様と共に味わう喜びを味わっておられますか。神様が与えてくださる本当の喜びは、重荷を担い愛するために苦労をしていく、本当に涙を流し、また汗を流しながら担っていくところからあふれ出る喜びをあなたに味合わせたいと神様は願っています。今日は私たちは神様がくださる喜びを教えてくださいとお祈りいたしましょう。お祈りいたします。天の神様、私たちはもっと楽しく、もっと楽に、そして苦労がなく将来に安心をと、そのようなことへと信仰を持って祈りが傾いていたことはなかったでしょうか。神様が私たちに与えてくださろうとしている喜びを味わっていなかったかもしれません。求めてもいなかったと思います。今日私たちは自分の求める喜びではなくて、あなたがくださろうとしている喜びへ私たちを引き入れてください。そこに痛みや苦しみがあっても、そこを通してくださる喜びを私たちを通して与えてくださり、導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。